今日から一緒に大学受験まで頑張っていきましょう。オンライン家庭教師の小方です。まず、考えてみようか。なぜ、私たちは学ぶのか。うん。どう自由に答えてみて。うん。うんうん。 半分正解、半分不正解。学生は、受験勉強は、答えを覚えちゃいけないんだ。答えに至るまでのプロセス。そのプロセスに、ここを使う。そう。頭を使うんだよ。頭が必死に 格合わせ。それは君の一生の財産になる。学んだことは誰にも奪われない。一緒に頑張っていこう。